次は移動教室ね。よいしょ。前が見えない。あれは確か同じクラスの松原さん。あんなにプリントを抱えて大丈夫かしら。見えない。大丈夫？すみません、すみません。松原さん、ちょっと落ち着いて。私なら大丈夫よ。すみません、学食の揚げパンあげますから。揚げパン？はい、学食の揚げパンあげますから許してください。カリッとしてるけど中はふわふわで美味しいので。分かったわ、分かったから落ち着いて。きなこ味もつけますから。ちょっと松原さん。すみません。ごめんね、先輩だと思ってびっくりしちゃって。だからあんなに慌てていたのね。こっちが驚いてしまったわ。あのプリント運ぶの手伝ってもらっちゃってありがとう。いいのよ。それよりどうして揚げパンなの？え？揚げパン？揚げパンをあげるって言っていたでしょ。それはその、学食の揚げパンがすごく美味しいから、あげたらきっと許してもらえると思って。そう、よっぽど美味しいのね。すっごくカリッとしてて中はふわふわなの。出来たても美味しいし冷めても美味しいんだよ。へえ、そんなに言われると食べてみたくなるわね。松原さんはよく食べているの？帰るときは。あれ、どうして私の名前知ってるの？やっぱり気づいていなかったのね。私、同じクラスの白鷺よ。そっか、どこかで見たことあるなって思ってたんだ。ごめんね、新しいクラスになったばかりでまだ慣れてなくて。ううん、いいのよ、気にしないで。松原さん、私が元子役の白鷺千里だとは気づいてないみたい。みんなに知られていると思っていたけど、こんな子もいるのね。そうだ、白鷺さん、今日のお昼一緒に揚げパン食べに行かない？え、私と？もちろん、よければだけど。ええ、いいわよ。よかった、気に入ってもらえるといいな。おいしい。松原さんの言っていた通り、カリッとしているのに中はふわふわね。油っぽさもないし、すごく美味しいわ。でしょ？よかった、美味しいって言ってもらえて。人気だからいつもすぐに売り切れちゃうんだ。ごちそうしてくれてありがとう。今度何かお礼するわね。お礼なんていいよ、プリント運ぶのを手伝ってもらったお礼だし。そういうわけにはいかないわ。プリントを運ぶのだって大した手間じゃなかったもの。今度お茶でもご馳走させて。それじゃあ、おすすめのカフェがあったら教えてほしいな。私ね、カフェ巡りをするの好きなんだ。本当？私もカフェでお茶をするのが好きなの。嬉しいな。じゃあ今度連れてって。あれ、どうかした？みんなこっちをチラチラ見てるなと思って。ああ、私を見ているのよ。どういうこと？私、芸能活動をしているの。
元子役の白鷺千里って言えばわかるかしら。元子役の白鷺千里？え、もしかしてあの千里ちゃん？芸能人なんて肩書きがついていると近寄りがたいみたいね。みんな遠巻きに見るだけで話しかけてこないし、私がいると気を使って疲れるみたい。だからこうして誰かと一緒にいるのが気になってるんでしょう。そうなんだ。やっぱり松原さんも驚いているみたいね。もしかしたら普通に話せる友達ができるかもしれないなんて、少しだけ期待してしまったわ。でもみんな千里ちゃんと仲良くなりたいんじゃないかな。え、きっとどう話しかけたらいいかわからなくて遠慮してるだけだよ。千里ちゃんから話しかけてあげたらどうかな。あ、ごめんね、余計なこと言って。でもすごいね、小さい頃からお仕事してるなんて尊敬しちゃうよ。何か変なことを言った？いえ、少し戸惑ってしまって。私が芸能人だと知ったらよそよそしくなるのが当たり前だったから。私よく変わってるって言われるから、千里ちゃんが芸能人って聞いても。ごめんね、私千里ちゃんって。千里ちゃんでいいわ。私も名前で呼んでいいかしら。